第8試合、グランパス4ノンストップファイヤー30分一本勝負。まずは赤コーナー、豊田真奈美選手、山田俊夫選手、来ていただきました。まず豊田選手、はい、LLPW の選手とは初対戦ということになりますが、いかがですか？そうですね、LLPW とは本当初めてなんで、すごい楽しみにしています。で、ハーレーとハンダスにドロップキックで吹っ飛ばしたいと思います。山田選手、ハーレー選手とはジャパングランプリ以来となりますが、やっぱこの間30分ドローだったんで、今日は決着つけるためにも自分がホール取りに行きたいと思います。ハンダ選手についてはどんな印象をお持ちですか？そうです、試合してるの見たことないんですけど、下田選手と似てるタイプだということを聞いてるんで、そのつもりで頑張っていきたいと思います。頑張ってください。そして青コーナー、ハーレー斉藤半田美希両選手です。まずはハーレー選手、山田選手とのキック合戦になると思いますが、山田選手のキックに対してどう思われてますか？そうですね、前回ジャパングランプリで当たった時もやはりスピードはあるなっていう、重さはそんなにないんですけどスピードはあるなっていう印象があるんで、とにかくガードしながら気をつけたいと思います。豊田選手とは初対決になりますが、豊田選手にはどんなイメージを持っていますか？やはり豊田選手もスピードですからね、あのスピードを越せるように自分も張り切っていきたいと思います。必ず倒します。それでは半田選手、山田豊田組には、どんな印象を持っていますか？動きが速いチームだと思うんで、その速さに負けないように頑張ります。今日はどんな試合をしたいと思いますか？その速さに負けないように自分も動き回りたいと思います。はい、頑張ってください。はい、本日の第8試合、グランパス4ノンストップファイヤー30分一本勝負を行います。青コーナー LNPW135 パウンド半田美希、同じく青コーナー LNPW150 パウンドハレー斉藤。全日本女子プロレス150パウンド、トヨタマラミ。そして赤コーナー、全日本女子プロレス150パウンド、山田俊夫。レフェリー、ボブ矢沢。続きまして、第8試合、タグマッチ30分一本勝負、グランパス4ノンストップファイヤー。全日本女子プロレス山田俊夫、トヨタ真奈美組対 LLPW ハーレー斉藤半田美希組の一戦です。さて斉藤さん、はい、結局 WWWA タッグ喪失の爪腹を切ったという感じでね、一時は解散状態にあった山田トヨタ組ですが、やはり切っても切れないというまたもや復活です。まあチーム解散したわけじゃないですから、たまに組むのもいいですけど、はい、しばらく組まない方がいいというような気も半分ありますけれども。さあいきなりハーレが逃げるキックを飛ばしましたけれども、山田とハーレのキック合戦もこれは大いに期待できると思います。この2人は前場のジャパングランプリで、そうですね、当たってます。引き分けで蹴りがつきませんでしたけれども、北斗さんは両者と対戦していますけれども、どうですか、両者の蹴りを比較してみまして。そうですね、正直な話を言っちゃうと、ハレーの方の蹴りはちょっとまだ甘いかなっていう気はしましたね。軽いですか。山田の蹴りっていうのは雑かなっていう雑正直な話ね。まあどちらも一長一短という、量できますよね。数蹴ってきますからね。でもどこ蹴ってくるか分かんないところありますよね。フォームの綺麗さでは本当ハーレー斉藤かなというような、そうですね、ただ威力はないっていうか、それは体がないっていうのありますからね。ニールピックなんか本当遠くで見ると非常に綺麗ですもんね。そうですね、フォーマーね。本当に山田が上に下に、そして背中にと永遠自在に蹴りを飛ばします。これは面白いですよ、トヨタとLL勢の絡みは。相変わらずすごい。これにつってしまうトヨタのドロップキックです。トヨタ学びの場合は LLPW の選手と当たるのは初めてじゃないですかね。そうですか。そう、初めてですよね。そうですね、初めてですか。
これは注目の視点になります。元気いっぱいです。そして今コーナーによります半田がね、どのように絡んでくるかということなんですけれども、そうですね、半田はあのブリッジ系の技は綺麗だと思います。体はね、柔軟な選手です、彼はあれですか、右手痛めてるんですかね。手首をね、巻いてますね。親指をテーピングしています。テーピングの巻き方は、はい、脱臼ですね。脱臼、はい、親指ですか。そうですね、親指脱臼かなんかですね。あれ月指とかの巻き方じゃないんで、長年やってるんでわかるんですけ ど、 なるほど。あの山田も巻いてますよね、あれは月指ですね。あの巻き方が月指なんですよ。ハレーの場合は脱臼ですよ。そこを見逃すね、当然山田という番組ではないと思いますけれども、蹴り封じでアキレス腱固めに持ち込みました。やっぱり戦って選手だったら月指ぐらいだったらって感じでしょ。そうですね、まあ、それは試合中は痛いかもしれないけど、うん、月指ぐらいだったら何でもねえって感じですか。はい、山田の場合はもうこう癖になるからっていうんで、やっぱりバンテージを巻いてるんですよ。怪我防止っていうところもあるんですよね、さあ LLPW 勢注目しましょう。半田が登場しましたけれども、よく十分のエルボーバットを飛ばします。もうそれで技のレパートリーがもしね少ないんであれば、はい、エルボーとかパンチとか、それでいいですよね。そうですね、私はこの選手とは今年の1月の24日ですか、ドラケンホールで、はい、覚えてますか、 LLPW 初の初最初ですね。で、まあその時は私の目にはハレーしか映ってなかったっていうか、まあ邪魔なやつからやっつけてやろうかっていう感じで、はい、でもまあ威勢のいい姉ちゃんだなっていう感じでね。なるほど、私の目には映ってましたけどね。こういう席で間近に見るとっていうか、ももの太い選手ですね。足太いですね、下半身、お尻も大きいしね。そうですね、安定感があるんじゃないですか。また別の意味で全然違うんですけど、山田なんかはすっきりしていいですね。忍者じゃない方が、今のタイツの方が全然いいですよ。精悍に見えますよね、色焼けてますしね。再びハーレード登場です。この方が全然いいですよ、肩担ぎ式のアームブリーダーです。反対にこういう細かい技の方が効いちゃう場合あるんですよ。ははははは、痛くなさそうに見える技っていうのは痛いんですよ。見てる分には分かりませんけれどもね。そこをさらに半田が脇固めてたのし、やっぱりハレは脱臼ですね。あ、派手いね、スプレーを浴びせております。うん、脱臼となりますと受け身は取れませんし、その打撃系の技は使えませんし、これはどうなるんですかね。半田とトヨタね、この絡み面白いですね。この絡みもね、強烈な、あれ一発でノックアウトされてる、なんか、うわ、一発百中、プレーがなしですね。トヨタマナミは殺さなきゃ気が済まないっていうような選手ですね。相手をね、相手が立ってくるスピードより帰ってくるスピードの方がはるかに速いですよ。すべて同じところにヒットするんじゃないですか。あ、よく返しましたね。は意地を見せましたね、ハンダが。さあ、これだと言って今度はオクトパスですか、マンジが本当になんか余裕ぶちかましますよね。余裕はあるみたいですよ。今日控え室でちょっとトヨタと話をしたんですけど、チャンスがあったら今日はローリングクレードルを30周は回してやるなんて言ってましたからね。リングの大掃除ですね。本当なんか今のところ余裕かましてるなという感じがしますし、選手のコールしてる時もハーレーとハンダと一回も目合わせないんですよね。なんか別の方向いてあーというような感じだったんですよね。ガチになしたい、ね、そうなのか、敵意識のすごい強い子ですね。あ、やっぱこの交流戦というか対抗戦が始まってから、はい、前場の中で敵っていうのはなんかいなくなったっていうんじゃないんですけど、はうん、それは誰もがなんですけど、なんとなく仲間意識っていうのかな。それはね、団体が違うのが相手ですから、はい、だからみんなまとまらなきゃいけないみたいな、そういうところがやっぱどの団体でも出たと思うんですよ。確かに、トヨタのなんか対抗戦の方がむき出しですよね。あ、今のロメロの入り方ももう行動もポンポンとバランスが崩れましたね。
一つ一つ見せてくれるって感じですよね、トヨタは。動きの一つ一つね、アクセントが十分にありすぎるほどあります。いや、技の数があまりにも多いから、でもそれを全部やろうって言ったら大変なことになりますけどね。うん、でもトヨタマナミは全部を出さなきゃ気が済まない選手なんですよ。そうですよね。そういう意味ではもう技の豊富さでは井上京子選手と双璧でしょうから ね、 ね、技の数は本当に多いですよ。そしてこの気の強さです。ハーレーのどてっぱらに蹴りを一発。こういうことトヨタなんか前場同士の試合ではあまりやらない。あまりやらせんよね。だから必死のバックドロップ。お返しだとばかりにいるキック。あのホームは本当キリだと思いますね、うん、蹴りはちょっと胸板でね、顎には届いてないんですけれども、うん、でもまあ顎に入ってカツンとくる痛みよりも、ええ、こうお腹に効いてしまった技の方が、うん、かえってやってる方からしたら効きますけど、ボディにはね、ボディのダメージがやはりあるということです。だから顔面に入ってしまうよりも喉元に入った方が効きますね。蹴りなんか。さあ必死の連携を見せます LLPW でですが、相手を飛ばしてしまったらまずかった。スタミナ十分の山田に、すごいタイミング、アウンターキックからももにも蹴りを入れます。ラリアットも綺麗な音をさせました。シャホーキック、なんか山田選手、うん、これはやりたい放題って感じですね。フロントネックチャンスリーです。これも危険な技ですね。山田はあの蹴りの雑さをスピードでカバーしてるかなっていうか、そういうところは確かにありますよね。そうですよね、どこを蹴ってくるか分かんないって感じ、だから反対に怖いんですよ。どこに入っちゃうか分かんないから、まあ、計算して打ち分けてるようにも見えるんですけどね、うん、上から下へと。でももう本当に数で蹴ってくるって感じですね、はい。まあ、不器用な分当たってる方からしたらどこに来るか分からないっていうそういう、ね、不安はあると思いますよ。バット吉永なんかはやっぱり、ね、その空手を積んできてるじゃないですか、だからやっぱり痛いところにヒットするわけですよ。正確ですよね、うん、そうなんです、スペシャリストですから、ね、早い分早いけど、あの子もだけどやっぱりヒットするんですよ。でもその分カバーもできるんですよ。すごい、これはすごい、スイング式のマフラー式逆肩エビ固めです。ハンターが軽量だけにね、これも近頃ね、やっぱり、ね、ダブルで決めることが多いんですが、軽量のハンターだけに一人で十分だとばかり振り回しました。ハンターが捕まっていますね。さあ、またまた元気いっぱいのトヨタがスタンディングの相手に決めていく、この飛び込み式のヘッドバットというのも珍しい。途端にスピード感が変わりますね。トヨタ一人入ってきただけで息継ぐ暇もなくね、対空時間の長いダブルアームスプレックス。ハレーも当たってみて分かったんですけど、ええ、あのスープレックスをやっぱり得意としてるみたいなんですよ。このトヨタとハレーの絡みの場合は私はスープレックスが楽しみじゃないかなっていうか。おっと、これは珍しいトヨタ山田組の同士打ちになってしまいました。ハレーがプランチャー、そしてハンダもプランチャースイシーターです。ハレー斎藤はこう細かいことをやっぱりやる選手です、うん、選手ですよね。フォームの綺麗さではハレーなって感じがしますね、うん、今だって空中だってすごく綺麗だったしね、はい、飛ぶ感性がね。ちょっとプローからヘッドバットですね。まあ、北斗さんおっしゃったようにこのお場外乱闘では半田が山田にダブられました。お、山田が大活躍です。トヨタはアシスト、
さあ、かろうじて山田をつかまして、合体バックドロップ。さあ、再び飛び技に行こうとしていますけれども。ああ、よく飛んだですね。なかなか飛距離がありました。相当遠かったのに。やっぱりこのタッグマッチは、うん、山田とトヨタのやっぱねキャリアっていうのがタッグとしてのキャリアがね、はい、やっぱ光っちゃうんじゃないかなと思いますね。そうですね。チームリーダーとしてね、うん、まあ LL の方はどうなのかわかんないですけど、はい、まあ、組んでないことはないですけどね。そうですね。盛んに右手にスプレー、冷却スプレーを浴びておりますハーレー斉藤です。やはり飛び技というのはねかわされますとこの受け身の取る際などにも手にダメージというのはありますから、飛んでるハーレーも度胸がいると思います。リング上では山田の蹴りがビシバシ決まって、ハンダがグロッキーですけれども、うん、それでも山田もトヨタまだレパートリーの半分も出してないっていうかね。そうですね。本当にとっておきのはまだこれから。おお、今の合体はなかなか、これはすごかった。しかし後がいけないニールキックは誤爆です。山田トヨタにあのコーナーの上から1回転させるというね恐ろしい技も残っています。怖いですよ。出るでしょうか。出すまでもないと思ってますかね。そうかもしれません。ハンダが必死のジャーマン。ちょっと危なかったが山田返しました。山田すごいですね。助走を十分につけたドロップキックでハンダを、お、そして手ぶらだったか。コーナーポストからのラケブラータがすごかったですね。すごかったですね。ハンダとハーレーを叩き潰しました。思い切りがいいですよね。トヨタも本当に本部席にいる我々のヒヤヒヤしてしまいますけれども、ハンダ捕まっています。やっぱりタッグのレパートリーというか、うん、ダブルのレパートリーは違いますね。あのダブルダイビングヘッドバット。トヨタと山田はやられた技を倍にして返すってやつ、やっぱり彼にヘッドバットが、ねね、食らってるから、その 上だっていうのを見せたがるっていうのかな。素晴らしいことだと思います。あ、やりましたよ。さあやはり30回転出るんでしょうか。2ローリングクレードル3、5、6、7、8、9、10、なんで山田が元気を飛ばします。11、12、13、14、15、観客も固唾を飲んで見ております。16、17、18、19、本当にすごいな。これは20、まだまだですね。トヨタが3だろうっていうのは面白いですね。あれあれだけ回してまだ元気いっぱいですからね。ハンダの方は青息と息という感じですけれども、これ山田がやっぱり技が次から次へと出てくる。合体技の豊富さといいね、個人個人の技の豊富さといい。このダイビングボディープレスは、うん、おタイガースプレックスでハーレが勝負。これはすごく綺麗なんですね。綺麗な声が来ますね。トヨタに負けない17分本来のスプレックスっていうのは低くて速いっていうのがやっぱり感じじゃないですか、でトヨタマナミのは高いんですよ。高くて、そうですね。これクロスアーム式のジャーマンです。ハーレーサイトは本来のスプレックスをやってるかなっていう、ね、そうですね。あのブレインバスターみたいなのも速いですしね、高速度ね。ハンダが邪魔だとばかりリング下にまたもや蹴散らされました。今度はハーレーが捕まっております。完全にチームワーク分断されています。入れるされましたね今。ムーサルトプレスだね。この山田トヨタ相手にやってる方じゃないですか。はい、そうですよね。あ、しかしパートナーの山田が元気です。ああそして出そうですよ。やっぱり出そうですよ。コーナーフライ回転だ。デンジャラスだ。またもやハンダが蹴散らされまして、
リングではトヨタがジャパニーズオーシャンサイクロンですね。ジャパニーズオーシャンサイクロンスープレックスホールド完璧、見事なブリッジの下でカウント3が入りました。なんか本当にこの人たちらしい勝ち方っていうか、だったんですよね。この人たちがやりまくって、うん、できない勝ち方ですね。やはり強い山田決勝の勝利でございました。現状最高のタッグの一つと申し上げていいでしょう。やはりチームとして組みやすいんですかね、山田トヨタ7日目行って言ったら完成品ですもんね。なんか本当に試合をなんか楽しめるというか、だから反対にベルトを取られましたよね、JWP、それがこの子たちにっていうかこの人たちにとってはやっぱりよかった、いいきっかけになったんじゃないかなと思いますね、山田トヨタにとって。若いですからね、マイナスさえプラスにしてしまうという、勝ち続けてたですからね、勝ちながら煮詰まっていくというなんか、変な結果だったですから歯止めがね効かなくなってきちゃうっていうのかな、でも前線したと思いますよ、ハーレー本田組は。そうですね、神田も打たれ強さを見せました。ハーレーも綺麗なスープレックスなどを連発してくれました。しかし残念ながら敗退です、ハーレー本田組。山田トヨタ全女コンビの勝利でした。第8試合グランパス4ノンストップファイヤー、見事勝利を収めました、全日本女子プロレス山田敏夫、トヨタ真奈美両選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。試合を振り返っていかがですか。そうですね、もう久しぶりに組んでやっぱりちょっと離れたのが良かったんだと思うんですけど、すごい今日は息も合ってたと思うし、久しぶりにすっきりした試合ができたんで良かったです。山田選手、自分たちで結構普通ペアっていうと組んでてよくなってくるんですけど、自分たちっていうのは離れてた方が結構たまに組む方がかえって息が合うんで、だから離れてた分かえって今日は良かったと思います。特にトヨタ選手は初めての LLPW との対戦ということで、全体としての印象いかがでしたか。そうですね、なんかもうちょっとガンガン来てくれるかなと思ったんですけど、なんか、自分たちが一方的にやるだけになっちゃったかなっていうような気もするんですけど、ありがとうございます。おめでとうございます。どうもありがとうございました。第8試合グランパス4、ノンストップファイヤー、惜しくも敗れてしまいました LLPW ハーレー斉藤半田美希両選手です。試合を振り返りまして一言お願いいたします。そうですね、なんか何もできないうちになんか負けてしまったような気がして、ただ悔しいの本当一言です。半田選手、斉藤さんが手怪我してるんでその分頑張ろうと思ったんですけど、反対に足引っ張っちゃって、トヨタ選手の印象はどうでしたか。やはりね、思った通りバネがあって、で体にしてはパワーがある選手だと思いますね。また山選手と2人で組んだ時の一人一人の力がね、もう3倍にも4倍にもなるのをね初めて感じましたよね。ドロップキックがうちの選手よりも全然すごいキックなんで、一発でやられたって感じ。本当に残念でした。以上です。